これさ、結局さ、今日の朝も40食べてるわけ？夜中から朝にかけてですね。起きたら、減ってた分。その前は？その前が、昨日はどれ、1日でどれぐらい食べたんですか？20足す20足す10ですね。60、はい、でお薬は？お薬はこの10と10ですね。朝と夜。すごい。じゃあまあ、はい、ドライとして40食べたんですね。そうですね、はい、で AD 缶の10ずつ、はい、薬入れ、はいはい、これは注射器です。それともお皿で？注射器です。注射器で、はい、分かりました。酸っぱいって聞いたのでちょっと十分からはいかないかなと迷ったんですけど、そうね。でうんちが15センチと5センチと出てて、はい、で呼吸数もまあまあそんな感じなわけですけど、はい、分かりました。やっと食べ出しました。そうですね。そしたらね、はい、ここ来てもらうのはね、はい、今日は治療しましたけど、はい、2日開けてください。あ、そうです。でだんだん、はい、でまあまあだったら今度3日開けて、はい、4日開けて、あ、そうです。で週1ぐらいに持ってきたい。あ、はい、ただしそこそこ食べなかったね。そうですね、うん、はい。で今日はね一応1回だけ食べさせました、はい、お昼前に、はい、何グラムだっけ、160か、あ、160、はい、でも夕方は食べさせてません。はい、わかりました。夕方食べさせたら家で食べんくなっちゃうと思うんで、はい、あれ今日って何日？13日。あ、そうか、これ日にちが1日ずれとったんだ。あ、そうか、ごめんなさい、間違った。だからこれが13だよね。ごめんなさい。そうですね、ね。そう、ほんで何グラムだっけ、160グラムね。薬は入ってませんので、はい、10時45分、はい、に食べさせました、はい、で、うんち、おしっこしてないかな、出たか、部屋見てしてないかもしれない。ここでは食べないんで。そうです。じゃあ今日薬をさ、2日分持っててもらってるから、もう、はい、あと1回分ぐらいでしょ。あります、はい。今日3日分ぐらい出しますんで、はい。じゃあ缶詰はそんなにいらないから。そうですね、まだ丸々2つあります、はい、で、あれね、缶開けたらさ、はい、10g で薬が飲めるんだったら、はい、10g か 20g ぐらいずつさ、スプーンですくってさ、ラップでくるんで冷凍してください。ああ、わかりました。そのままだと1週間も持たないから、はい、あ、そうなんですね。でも冷凍してラップしてもらえれば1週間ぐらい平気で持ちますんで、はい、そうやって保存しておいてもらえますか。で、たんびたんびに解凍して、はい、薬混ぜて食べさせて、わかりました。食べさせるのか、はい、まあ、うん、これやる前に一回団子を置いといて自分で食べれば損でもいいんですよ。はい、そうやってやってもらおうかな。はい、で、なんか2日開けると日曜日になっちゃうけど大丈夫かな。大丈夫です。はい。よかったです。おしっこは今してなかったんですか。してない。じゃあ、はい、いいですよ。これ16ですね。じゃあ、はい、ちゃんとそこそこ食べて、うんちもちゃんとしてくれてれば、はい、なんか2日でね、はい、日曜日に見せてもらうときは、はい、じゃあ出して、でバッグお願いします。よかったね、やっと食べたんですね。ですね、嬉しいな、本当に。おかげさまで。そうだ。